小林光貴、小林光貴、小林光貴、1944年1月1日は、日本の政治家。衆議院、議員、5期、労働政務次官、第2次橋本内閣、財務副大臣、第1次、小泉改造内閣、自由民主党国会対策委員会副委員長、新党日本代表代行、初代、減税日本代表代行、初代などを歴任。 現在の東京都練馬区小竹町出身。千代田区立球団中学校、東京都立日比谷高等学校を経て、東京大学法学部卒業。大学卒業後の1966年に、通商産業省に入省。1973年に、政府派遣留学で、ペンシルベニア大学院修士修了、MBA 取得。帰国後は、資源エネルギー庁。 通商産業省産業政策局などを歴任。1980年に、精神女子大学非常勤講師に就任。衆院選出馬のため1982年に、通産省を退官した。1983年、1986年の、総選挙で保守系無所属で出馬するも落選。1990年の総選挙で自由民主党から、衆議院議員に初当選。 当選同期に、岡田克也、佐田玄一郎、亀井久沖、中谷本、森英介、福田康夫、原信明、河村武夫、塩谷律、小谷慶事、細田博之、小坂健治、山本拓、赤木徳彦、村田吉孝、柳瀬進、山本雄二など。自民党では、安倍晋太郎、三塚博士派、政和会に属す。1993年には落選した。 1996年10月に東京塾区を制して国政に復帰し、同年11月から第二次橋本内閣で労働政務次官を務めた。1998年8月、亀井静香や平沼武雄らと政和会を離脱し、1999年3月し、卒会を旗揚げ、江藤高美、亀井静香派。2000年に参戦。2002年には、 鈴木宗男事件において自民党の予算委員会理事として証人喚問における島田建設からの金銭供与は政治資金規制法に基づいているモザンビーク共和国洪水災害への国際緊急援助の派遣に反対や異議を述べることはあり得ない。島田建設株式会社側による秘書給与の肩代わりの事実関係を承知していないとの鈴木宗男の証言を偽証として 議員証言法違反での告発に賛成た。2002年には第一次小泉内閣で財務副大臣を務めた。2003年に4選。2005年7月郵政民営化法案採決で反対票を投じ郵政法案反対派の急選法として各種メディアで認知度が高まるが、同年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では 自民党からの離党を余儀なくさ、代表代行を務める新党日本から出馬。自民党公認の資格候補として、兵庫ロックから倉らえした小池由里子らと戦い、小選挙区で敗北した上、比例東京ブロックにおいても届かず落選した。2005年10月に自民党から除名された。2006年11月1日には、郵政民営化反対を主張している。 国民新党へ移籍し、2007年7月の参院選に比例区から出馬したが落選した。落選後の2007年10月にオープンインターフェースの社内取締役に就任した2009年6月に人気切れのため退任。2008年8月末に国民新党を離党し、無所属で東京10区からの再出馬を目指していたが、2009年7月の 衆議院解散後に民主党の小沢一郎の要請を受けて民主党へ入党。同党の比例東京ブロックより単独出馬し、同時に東京10区の民主党候補である江畑隆子を支援する方針を表明した。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙において民主党公認で比例東京ブロックに出馬し、当選、国政に復帰した。 2012年の消費増税をめぐる政局では6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して反対票を投じた社会保障制度改革推進法案認定子ども園法改正案にはせ民主党は7月3日の常任幹事会で党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し 7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年8月9日、民主党に離党届を提出し、国民の生活が第一などが提出した内閣不信任決議案に賛成した民主党は8月29日の常任幹事会で除籍処分とすることを正式決定した。今後は石原慎太郎らが新党を結成した場合には、自身もそれに参加し、 次期衆院選では再び東京10区より立候補したいという意向を示した。当初は新党参加の意向を示していたが2012年8月17日同じく民主党に離党届を提出した小泉俊明と共に減税日本に入った。小林は代表代行に就任した。減税日本及び同党代表の河村隆は減税日本が次期衆院選までに 政党要件を満たすため5人以上の国会議員確保を目指しており、小林は河村の呼びかけに応じた。今後も結成が予想される新党や大阪維新の会などとの連携を進め、第三極形成を模索するとした。同年8月31日、小林、小泉と減税日本副代表、佐藤優子の減税日本所属衆議院議員3名は、 民主党を離党し無所属となっていた、平智之と共に新会派、減税日本、平安を結成した。しかし、減税日本と日本維新の会及び日本維新の会に合流した太陽の党との間に距離が生じ、減税日本と日本維新の会の大同団結はならなかった。このため、日本維新の会への合流を目指し、2012年11月21日、 減税日本に離党届を提出したが、一時離職届は河村、預かりとなったが、日本維新の会の公認が得られずに減税に復帰。同日、減税日本、反 TPP、脱原発を実現する、東党決闘に参加した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙には、愛知13区から、日本未来の党から出馬するも落選。 比例復活もならなかった。2013年には政治団体、翼日本を設立。脱原発や消費増税反対など、一般的に左派的、生活者目線と呼ばれる政策と、自主外交、自衛隊増強など、保守的と呼ばれる政策が混在した、保守左派的な地団体となっているが、広い理解を得られたとは言い難かった。中松義郎を最高顧問に迎え、 2013年参院選への出馬に意欲を示していたが、候補者擁率が難航、断念した。2014年4月28日、翼日本を国民党に解消、引き続き代表を務めることを発表した。2016年6月12日、第24回参議院議員通常選挙に、 東京都選挙区から国民怒りの声公認候補として出馬することが発表された。7月10日の投開票で落選した。予算委員会のメンバーに対して公開された尖閣諸島中国漁船衝突事件に関するビデオを見た後、向こうが逃げ惑って当たっちゃったということだ。衝撃があるような当たり方じゃない。ぶつかる瞬間はカメラの位置からして見えないと発言した。 議員会館事務所所員に中牧商事がいた山下里奈も所属していたが2010年末で退職。詳細は当該校参照。2005年小林の秘書二人が公職選挙法違反詐欺投票の疑いで逮捕された。小林の政治団体が商品先物取引業者の政治団体から2001年までの3年間に 現金された計580万円を政治資金規正法で義務付けられた政治資金収支報告書に記載していなかった。妻は元東京都渋谷区議会議員の奈良明子、奈良との間に三男がいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。